はい、サイエントークのエマと、あ、俺アレンです。あ、ちょっと待って、初めて逆だったから頭が今バグりそうになった。じゃあもう一回やるか。もう一回やる。はい、あ、じゃあそっち先でいいよ。はい、サイエントークのエマとレンです。はい、前半に柳本りぬなさんに来ていただいて、で、パフォーマーのこととか、観光学のことについて話しました。で、後半については、理科室の話とか、実験パフォーマンスの話をちょっと伺いたいと思っています。後半から聞き始めた方もいらっしゃるかもしれないので、まずはじめに、ねるるさんに軽く自己紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は、パフォーマータレント事務所、ソフィアーロというところに所属している、柳本ぬるぬというパフォーマーです。まあ、具体的には、科学者パフォーマーを名乗っていて、道化師、ピエロとか、あと、駅前で泊まっている人、まあ、スタチューとかって言うんですけど、そういうパフォーマンスをやっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レンタル理科室、レンタルスペースを作ろうとされてるっていうふうに伺ったんですけれども。あ、はい、そうなんですよ。今クラウドファンディングで資金を調達しているんですけれども。なんかどんなものなんですか？そうですね、使ったことない方もいらっしゃると思うんですけど、レンタルスペースって言って、その一般のマンションとかの一室をまあ、誰でも使えますよっていう風に、レンタルしているっていう形態のお部屋がありまして、で、その中でも特にその、パーティースペースとかっていう風に、してるお部屋はいろんな内装を凝ってたりするので、そんな感じで私は理科室そっくりの内装を作って、いろんな人に楽しんでもらえたらなと思って作っています。なるほど。でもすごいいろいろやられてるじゃないですか。はいはい。それって、はい、どういうモチベーションでやってるんですか？そうですね。確かにその、客観的に自分で見ても、すごいいろんなことに手を出してるみたいな、まとまりのない感じに見えないなって思うんですけど、でも実際はその、時系列順に昔の自分から辿っていくと、まあ、一本一応軸があって、で、それに、くっついていろんなことをやっているという感じにはなっています。一番最初は高校生の時なんですけど、高校生の時にセンチメンタルになることって、まあ皆さんちょっとある人はあると思うんですけど、思春期ですか？思春期ならではの。ありますね。はい。あれで、その時はもうなんかすごい恥ずかしいんですけど、空とかを見つめてて、宇宙を想像しちゃったんですよ。空の上に宇宙があるって思って、何言ってるんだみたいな感じですけど、当時は空の上に宇宙あるなと思って、で、宇宙ってめっちゃでかいよなと思ったんですね。で、そのでかい宇宙からすると、自分ってなんかすごい点みたいな存在だなと思って、で、その点みたいな存在が、今まで、まあ、17年とか18年とか、いろんなものを食べたり、人から何かしてもらったり、すごいエネルギーをもらってきただけど、その、こんな点みたいな存在が、壮大な宇宙の中のエネルギーの一部を借りてこんなところにいていいんだろうか、みたいな。すごい。すごい謎の。いやー、考えたことない。謎の悩みをしたんですね。あ、それ結構真剣に悩んでらっしゃる。結構真剣に悩みました。なんか、本当になんか自分がいていいのか分からなくなって、これ自殺したくないなとか思ったんですけど。いや、なんか自分がいていいのか分からないっていう感覚は結構分かるんですけど、なんかそこから、エネルギーの話になったことないなって思って、そこを真剣に悩むんだってちょっと思いました。当時は一応理系のクラスにいたので、まあちょっと今、言うと恥ずかしいんですけど、正しいかって分かんないから、エネルギー保存則みたいな、なんか、作用、反作用みたいなのあるじゃないですか。エネルギーを受けた分返ってくるみたいな。はい。なんか、それが宇宙の真理だと思ってたんです、当時は。
なので、私が受けてきたエネルギーはどこかに発散しないともったいないと思ったんですね。なるほど。エントロピーですね。あ、エントロピーなんですね。すごい、分かった気がしちゃう。エントロピーが増大していってる。エントロピーが増大していってるんですね。今度からそれ使おう。エントロピーが増大していってるのを自分が押しとどめていいのかみたいな、そういうところです、ね。そうです、そうです。だから。ごめんなさい、何、なんかよくわかんない。一人言ってるやつだ。いやいやいや、合ってるよ、合ってるよ。やっぱエントロピーはもうどんどん増大していってる。エネルギー保存力とエントロピーって関係あるの？聞いてる人にジャッジしてもらって。ああ、そうだそうだ。適当なこと言ってるな、こいつって。ツッコミ入れてもらえば。まあそうなんですよ。だから当時、その、一瞬自殺しようかなぐらいまで思ったんですけど、いや、ここで自殺すると今まで受けてきたエネルギーが宇宙上から急に消えてなくなってもったいないことになると思って。もったいない。そういう考えか。そう、そういう考えで、その、なんか将来は、その、エネルギーを返していくことを何かしなくちゃいけないと思って、具体的に親孝行とかも考えたんですけど、親って先に死んじゃうんで、まあ、それよりは、その、子供の世代、はいはい、その自分より下の世代の人たちに何かいいものを残していけたらいいなっていうところが一番最初のきっかけになりますね。めちゃめちゃ壮大な話になってきたぞ。自分の悩みだけにとらわれずに、すごい大きな宇宙的な視点で物事を捉えられてる。素晴らしいなと思いました。いや、やめてください。恥ずかしい。確かにな、なんか自分のことしか考えてなかったら、その発想にはならないよね。うんうん、とエネルギーっていう概念が私には全くなかったね。いや、これ今エネルギーって呼び方してるけど、本当に正しいのかな。怖いな。いや、合ってると思いますよ。合ってますか。エントロフィーが増大していってるかもしれないんで。そうですね。まあでも、そこから、大学に、進学するわけなんですけど、その観光学部は受験しようと思って選んではいるんですけど、まあ、他にもいろんな学部を選んだ中で、まあ、たまたま受かったとこが観光学部で、まあ、観光学部に進学することになって、で、運命ですね。運命ですね、本当に。なんかこんなに自分にフィットした学部があるのかっていうぐらい、入ってからはすごい楽しかったんですけど、はい。で、まあ、ちょっと実はこれ、クラウドファンディングのページにもちらっと書いてあるんですけど、はい、観光学部で学んだことで一番良かったことが、あんまり観光のことじゃないんですけど、やっぱり社会学系の学問、いろんなことを学ぶので、なんか、教育学とか、はい、あと、今社会問題ってこんなのがあるけどみんなどう思うみたいなディスカッションの授業とか、そういうのを受けてて、僕がエネルギーを返したいと思っていた、まあ僕もそうなんですけど、若者たちって、今結構貧困状態だよねっていう話を聞いたんですね。例えば大学を卒業しても、その正社員になれるない人たちがいるよとか、奨学金を返せなくて厳しいよとか、そういう話を聞いて、まさに自分が今考えなきゃいけないことってこれだなって、そこから、まあ、せっかく観光学部にいるんで、観光の方法で解決したいと思うようになって、で、当時は上京してきて、東京の方まで来て、その事実を知ったので、なんか、もっと田舎だったら、例えばその、地域のコミュニティがもっと密になってるから、例えば孤独死とかないんじゃないかとか、あと、核家族でお父さんがいないから、お母さんと二人でその間に愛情関係がすごい溜まっていって、お母さんのことを裏切れなくなるとか、そういう成人になってから、その、精神疾患にかかる人とかって、その子供の頃の生活がうんでとかあったりするみたいなので、それって昔の日本の村コミュニティみたいなとこだったら、ないんじゃないって思って。ああ、なるほど。人と人のつながりみたいなのが。そうです、そうです。もっとあったらっていう感じですよね。そうです、そうです。で、うん、その結果僕は何を思い立ったか、都心部に住んでる若者を、一通りまとめ上げて田舎に送っちゃえばいいんじゃないかと思ったわけですね。まあ、すごい発想だ。まあ、観光学的には、まあ、観光の、なんだろう、流れ的にはよくある田舎を盛り上げるために、若い人たちとか観光者が来ると、うん、その田舎の経済が回りますよ。観光者が7人来ると、田舎に1人住んでるのと同じぐらいの経済効果がありますよ、みたいな。
へえ。そういう、計算とかもあるので、それをやればいいじゃんっていうか、なんなら移住させちゃえばいいじゃんと思って、で、その結果。まあでも、うん、興味はある人はいそうですね。そうですよね。うん、で、私はその、田舎の観光に特にフォーカスを最初に当てたんですね。で、地方の村とか町とかに行ったりして、で、観光をどんな風にやってるんだろうって見たときに、一番その観光に対して真剣に取り組んでたのが、宿屋さんだったんですよ。まあでも確かに、いや、観光ってやっぱ、まあほぼほぼ遠いとこ行ったら泊まるから、地方でやっぱり盛んになるのは宿っていうことですね。そうですね。あと、うん、宿屋さん以外は、ワンチャン観光者がいなくなっても、撤退したりできるんですよ。要するに。どういうことですか？観光者をもてなす人って、まあ、ざっくり言うと、宿屋さんとか、その泊める人たちと、案内したり、サービスをしたりする人たちと、まあ、物を売ってる人たちと、っていうのが大体いるんですけど、うん、あとまあ、観光地を管理してる人とかもいるんですけど、その中で、その、観光者が来なくなった時に、一番ダメージを受ける。要するに、最初に一番すごいリスクとかコストをかけて、観光者を迎える準備をしているのが、宿屋さんで、宿屋さんって観光者が来なくなったらすごい困るんで、地域の観光連盟とかの、なんかすごいいい位置にいたり、その発言権がすごいあるんですね。必死に観光者を入れたいって思ってる方が多くて。なるほど。で、宿屋さんのなんかすごい前向きにいろんなことに取り組もうっていうアクティブな気持ちがいいなと思って、私は大学院でも宿のとある形態について研究したりとかしていました。で、まあ、宿屋さんいいなと思って研究はしてきたんですけど、前半の部分でちょっと観光学って、まあ、若干歴史が他の学問に比べると浅いっていう話をしたんですけど、はい。実際大学院に行ってみて、じゃあ、私は、こういう新しい形態の宿の、こういう状況について調べたいと思っても、もっと基礎の部分の、調査方法とか、いろんなデータの取り方みたいなところが、ちょっと、まだ発達してなくて、観光ってやっぱりすっごいいろんな要素が絡んでくるんで、どの要素は無視していいとか、はいはい、この要素を取ったらこういうデータになるとか、そういうのが、ちょっとまだあんまり発達してなくて。確かにな。なんかいろいろ絡んでそうですよね。そうなんですよ。要因が。うん。なので修士の2年間で、自分の知りたいことを研究しきるのってちょっと難しいんじゃないかって思ったのと、ちょうど修士に上がった瞬間に、コロナの影響が出ちゃって、はい、はい。これ、私、データ取れないなってなったんですよ。もうみんな観光に行かなくなっちゃってっていう。通常のデータ取れないですね。そうなんですよ。確かに異常値しか出ない。そうなんですよ。コロナ禍のデータで比べたりしなくちゃいけなくなっちゃって、うん、そうなった時に、じゃあ、自分は将来的に宿とか観光とか、若い人を田舎に送りたいとか、そういう、なんか若い人のためになることがしたいっていうところまで戻った時に、全部を満たすいいものがないかなって。でもって、レンタルスペースを、理科室っていう内装でやろうっていうことにしたんですね。なるほど。全部満たすっていうのは？そうですね。まず、レンタルスペースって、やっぱコロナ禍でも他の人に会わないから、感染リスクが少ないじゃないですか。で、だいたい都市部とか、立地のいいところに作るので、遠くに観光に行くよりも、移動するときにいろんな人に会うよみたいなリスクは少なくて、行きやすいので、まあ、ちょっと小さな観光体験みたいな、なるかなっていうのがあって、で、やっぱり普通のお部屋にしちゃうと、まあ日常とあんまり変わらないんですけど、理科室の内装にしたら、ちょっと日常と違う。観光。非日常ですね。そうです。理科室は。そうです、そうです。そう。観光の、定義の一つで、非日常空間に遊びに行くっていうのがあるんですけど、まさにそれを満たせるなと思って。なんか、そっか。暑いなと思って、その理科室っていうところが。
そこも結構気になってて。はいはいはい。そこで非日常、じゃあ理科室だっていうのは。理科室にし、それはなんで、なんで、なんだろうって、そうですね。理科室にしたのは全然他の理由もあって、やっぱりその、自分が一番最初に悩んだのが、例えばその最初のエネルギーの話とかだったわけじゃないですか。はい。で、まあ、エネルギーの話だったりしたし、その、自分がパフォーマンスやるときに、まあ、別に、もともと科学を広めたいから科学者を選んだわけじゃなくて、科学者かっこいいなと思って科学をモチーフにしたんですけど、でも実際パフォーマンスをする中で、科学を使ったものでパフォーマンスをいろいろしていると、やっぱりその、子供たちとかに、その、こういうの不思議だよねとか、あの、こういうのって面白いよね、科学とかって面白いよねって広められるのいいなって思っていたのがあって、いいっすね、本当の科学者、本当の科学者みたいですか。はい、本当の科学者がそういう気持ちを持ってほしいっていうのと一緒ですね、そこまでいくと。おお、研究をしてる人とかってことですか。はいはいはい、僕も思いますし、そういうやっぱ身近なところで科学の面白さみたいなの伝わったら面白いな、面白いなとかいいなって思いますけど、繋がってきましたね。繋がってきました。そう、はい。そういう理由で理科室にしました。いやなんかすごい期待してるのが、あの理科室のめちゃめちゃ座りにくい硬い椅子とか置いててほしいなと思いますけど。置きます置きます。もう調べて購入する手続きのところまで。あ、そうなんです。え、何買うのかめっちゃ気になるんですけど、理科室のものって。普通に買えるんですか？あの、椅子とか。あ、椅子買えます、買えます。なんか、文房具系の大手のメーカーさんとかが、やっぱり学校とかに下ろす用に作ってて、はいはい、で、まあ、下ろす用なので結構高いんですけど。ですよね、個人で買う人いないですよね。そうです。でも、今回、目玉の理科室のめっちゃ大きい黒い机あるじゃないですか。ああ、ありますね。火燃え、燃えないやつですよ。そうです、そうです。火燃えなかったり、水が勝手に乾いてったりする、はい、はい。でかい黒い机を、あれめっちゃ高くないですか？あれめっちゃ高いんですけど、一応内装費用の中にちゃんと計算してて、はい。そもそも、あれ、普通の一般の賃貸の部屋のドアから入るのかちょっと疑問なんですけど、はい。でも、入りそうだったらあれを置きます。おー、すごいなぁ。あれめちゃめちゃ高いはずなんだよな。なんか特殊な加工しないと、理科室で使っちゃいけないみたいなのがなんかあった気がするんで。おー、なるほど。理科室のとか、いや、ほんとガチな研究所とかだったらもっと規定厳しかったり、それこそ換気をこれぐらいまでしないととか、いろいろ規定はあるんですけど、ほんとの、を用意するのはいいですね。で、そこで実際になんか理科の実験のパフォーマンスなんかしちゃったりして、っていう感じですか。どういうことができるスペースなんだろうっていう。そうだね。うん。そうですね。まあ、一応、その、レンタルスペースって、だいたいその賃貸の物件を、ワンルームとかの物件を借りてやるので、まあ、そこのお部屋の許可してくれる範囲じゃないとできないんですね。例えばその、大きい火が出ますとか、爆発しますとか、なんか、はいはい。塩素とかそういうなんか毒性のある気体が出ますってなると、多分ダメなんですよね。なので。普通にアウトですよね。そうですね。どこであっても多分アウトなんで。確かに。うん。理科室でもアウト。そう、理科室、うん。ちゃんとした理科室でもダメなもん。なんか、毒物とか劇物とか結構厳しかったりするんで。使えるかどうかって。なので、まあ、はい、ちょっと私がその実験をしていたのがもう何年前かみたいな話なので、中学生、高校生の頃が最後の実験だったりするので、まあその辺は、やっぱり詳しい人にこれからなんかいろいろ一緒に考えてもらえたら嬉しいなと思ってるんですけど、まあ少なくとも、そのお家の中でできる実験みたいなものは、その特にお子さん向けにこういう身近なものでできるよねみたいな実験はできたらいいなと思ってます。面白い。今私パフォーマーとしてしかその科学の実験をしていなくて、パフォーマンスも含めてその
理科室とかの中でどんな実験ならできそうかって、ちょっと、例えばレインさんとか、ありますか？まあ、僕も、そこら辺の理科室で実験したことないんで、あれなんですけど、本当にガチな実験をやろうとすると、本当に消防法とか結構厳しかったりするんで、で、その部屋を使うにあたって危険物を取り扱うための資格とかもあったりもして、で、本当にガチでやろうとしたらそうなっちゃうんですけど、そうなっちゃうと一般の人入れなくなっちゃう可能性があるんで、そこまでじゃないのってなると、最近、聞いてる方から、ナトリウムを池に投げてほしいみたいな。投げたら爆発ボーンってするのを見たことありますか？はい、あります、あります。はい、ああいうのは海外とかでそこら辺でやってたりするんですけど、ああいうのもできないんですよね。入手ができないっていうのがあって。はい、ナトリウムを持ってきていいのかっていう。持ってきてとか多分購入が難しくて、毒撃物、毒物かなっていう扱いになっちゃうんで、まず購入できる、扱いやすいものっていう縛りがかかっちゃうんで、多分今、ズズさんがやられてるのも、はい、一般的な家庭で買えるもので、きっとやってますよね、うん。そうですね。なんだろう、酸だったらレモンのとか、酢使うとか。そうです、そうです。私今、パフォーマンスの中で、うまく構成の中で組み込めるものしかやってないんですけど、私が今やってるのが3種類ぐらいか。バタフライピーっていう青いハーブティーがあって、はい。そのハーブティーにレモンを入れると紫色になるっていうやつは多分酸だと思うんですけど。pH ですね。そうですね。あと、すごいマイナーな楽器で、ドレミパイプっていう、薄いプラスチックのパイプがいろんな長さがあって、その長さによって、手とか膝とかに叩いた時に音が鳴るんですよ。その、音の波の前端者みたいなやつとかで、多分中でどれくらい振動するかが変わって、ドっていう音が出る長いパイプと、ちょっと短いレっていう音が鳴るパイプみたいなのがあって、はい、それでちょっとジャグリングみたいなことをしてるのと、あと、この間配信でポップコーンの種が鍋の中で振ったらポップコーンになるっていうのをやりました。それは高温にせず？高温にせず。はい。圧力とか高めたり？いや、多分、これは、どっちかというと地学とかを知ってる人の方がパッと思いつくのかもしれないですけど、粒が大きくて軽いものを、その先に出来上がったポップコーンを下に敷き詰めておいて、上にポップコーンの元の、そのトウモロコシを乾燥させたものを乗せておいて、それをめっちゃ振ると、大きくて軽いものの方が上にどんどん上がってきて、ポップコーンが完成したように見える。あー、なるほど、なるほど。鍋の中で2層が入れ替わるんですよ。こう上下に。あ、じゃあ別に本当に種からポップコーンになったわけじゃなくて、そうですそうです、ポップコーンができたように見えるだけっていう。ポップコーンができたように見えるだけっていう。面白い。おもろいな、おもろいな。でもそんなに科学っぽいかって言われると、わかんないですけど。一個知ってんのが、はいはい、ゾウの歯磨きって知ってます？あ、なんか名前だけ聞いたことあるかも。なんでしょう。ゾウの歯磨き粉かな。はいはい、ゾウの歯磨き粉って言われたら歯磨きって言われたり、はい、あと、マッシュマロ、実験みたいな呼ばれ方するんですけど、はいはいはい、そういうのがあるんですよ。ほう、僕が知ってる家でできす、家でできそうというか、はいはいはい、実験があって、結構インパクトはあって、例えばペットボトルみたいなやつの中に過酸化水素みたいなのを入れて、はいはいはい、で、その中に、溶化カリウム、とか、これ手に、本当にガチでやろうとしたら、それも、酸化還元反応なんですけど、要は過酸化水素が酸化剤になって、はいはいはい。で、過酸化水素が酸化起きると酸素が出てくるんですよね。ほほほほ。で、その時に、洗剤とか、はい、泡立つものとかを入れとくと、はい、ペットボトルの中にその2つを混ぜ合わせた瞬間に、ペットボトルの口からブワーってすごいマシュマロみたいな、のが、塊が出てきて、それが、
めちゃめちゃでかい歯磨き粉に見えるっていうので、象の歯磨きっていう、呼ばれてるやつがあるんですよ。すごい、ちょっと今、ウィキペディアとかで調べました。すごい。多分、出てくると思います。はいはいはい。象の歯。で、僕もまあ、自分でやったことないんで、動画とかで見たことあるだけなんですけど。はい。で、めっちゃ濃度が高い過酸化水素は、はい、結構危険なんで、おー、はいはい。例えば、僕はその実験室とかで使ったことあるんですけど、手にちょっと触れただけでめっちゃ手白くなって、ヒリヒリ痛くなるみたいな、結構危ない薬品なんですけど、はい、その過酸化水素をめちゃくちゃ薄めると、オキシドールってわかります？はいはいはい。消毒とかの。そうですよね。はいはい。あれが何パーだったかな ?3% とかぐらいのオキシドール。はいはいはい、3から 5% ぐらいだとオキシドールっていう消毒のやつになるんですけど、まあ、それだったら手に入ると。なんで、それを過酸化水素。そう、それを濃度は薄いんで、はい、動画とかほどボーンとはならないんですけど、一応、オキシドールと、はい、あとは、逆に還元される相手、あ、還元というか、この場合、ヨウ化カリウムは触媒なんですけど、はいはいはい、そのヨウ化カリウムなんて多分手に入んないんで、ドライイーストってパン作るときとかに使うんですけど、はいはい、あれでできます。おー、なんと。オキシドールとドライイースト。ドライイーストと、はい、あとはその泡立つ洗剤とか。おー、まあ、できそう。これ全部多分結構すぐ買えちゃうやつでできると思うんですよね。はいはいはい、で、それをペットボトルとかに混ぜて、ドライイーストって酵素が入ってるんですけど、まあ、酵素自体みたいな感じなんですけど、はいはい、まあ、それが要は過酸化水素を酸素と水に変換するっていう反応、カタラーゼって言うんですけど、まあ、そういう酵素が含まれていて、はいはい、で、その酸素がまた洗剤の泡にトラップされてっていう、さっきの同じようなのを再現できるっていうので一応あって。はいはいはい、なるほど、なるほど。それだったら発生する気体は酸素だけですもんね、はい。そうなんですよ。酸素だけですし、まあ洗剤、言って洗剤がバーって出てくるだけなんで、まあそんなに危なくないし、まあ結構できそうな感じするなと思って、ちょっと、見てました、その象の歯磨き粉は。なんか今聞いた感じだと、なんか下手したらメントスコーラとかより安全そうだ。まあでも、見た目はメントスコーラとそんな変わんないかもしれないですけど、はいはいはい、ちゃんとブワーって出てきた泡が歯磨き粉みたいに、一応泡として残るんで、例えばそれに色つけるとか。おお。多分着色料とかつければ、すごいカラフルな歯磨き粉ができるんじゃないですかね。楽しい、それ。それって実際に洗剤と、オキシドールとドライイーストの3種類の組み合わせで、その実験をやったことある人とかはいるんですか？そうそう、ネットに、あの、実際にやってるのを見たことある。そう、それ混ぜたらドワーって泡が、モコ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 って泡が出てくるっていうのは。そうなんだ。そう、動画とかも確かあったと思うな。すごい、それならできそうだし、もしかしたら僕パフォーマンスでも使えるかもしれない。ですよね。で、もうそれ何って言われたら、もうめちゃめちゃドヤ顔で、これはね、カタラーゼっていうやつがね、過酸化水素を酸素と水に分解してるんだよっていうのを言ったら、おー、なんか、すげえ本物の科学者だ、みたいな。確かに。なるかもしれないですね。すごい、面白い。これおすすめ実験です。いや、ありがとうございます。なんか、できそうもないものが出てくるかと思ったんですけど、めっちゃできそう。すぐできそう。うん、なんかすぐできそうだし。明日にでもできそう。うんうん。ぜひぜひ、象の歯磨きで検索して、これを聞いてる人も、質問してやってみてください。いや、こんなんでよかったですか？全然、もっと派手なやつとか、はい、派手なやつやろうとするとでもやっぱ、法に引っかかっちゃう可能性が出てくるんで。そうなんですよね。外でパフォーマンスする分にはもしかしたら派手なやつも使えるかもしれないんですけど。はいはい。今回理科室の中だと、まあ、そんな感じなのかなとか思いますね。そうですね。
あ、デンジローさんの動画とかが参考になりそうですね。そうですね。最近デンジローさんの TikTok をフォローしました。あ、しっかりリサーチしてるっていう。しっかりリサーチしてます。デンジローさんのあの巨大空気砲とかだけで結構テンション上がります。なんか、煙入れて、バーンって箱をして、穴からドーナツ状の煙がバーって出てくるやつあるじゃないですか。はいはいはい。あれも、いい歳ですけど、未だに興奮しますもんね、見てて。そうですよね。すげえ。パフォーマーの業界の中でも、あの、はい、サイエンスショーみたいなのをやる人たちもいて、それこそ、伝次郎先生の弟子ですみたいな人たちとか。あー、伝次郎一派ですか。そうです、そうです。その呼び方するんですか。いや、わかんないです。これ、いや、多分、伝次郎さん聞いてないんで大丈夫だと思うんですけど。なんか、確か、伝次郎さんの弟子みたいな人は、なんかいたような気がして、はい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 、YouTube とかやってるはずです、ね。うんうんうん。そうなんですよ。そういう方とかは、もう、ホームページとかを見ると、もう、なんか、空気砲を やりに、あなたの学校に行きますとか、なんか、そんな感じの。あ、楽しそうだな、その営業。うんうんうん。その営業したいな。レイさんパフォーマー向いてます、もしかして。確かに、喋りも上手いし、実験できるから。うんうんうん。科学者パフォーマーっていう道もあるのか。そうですよ。いいですよ。弟子を名乗って。いやー、ちょっと考えときたいな。いざ職を失ったら、僕も一緒に道で、固まるところから始めてるかもしれないです、ね。絶対僕たちの方が先に食なくなるんで大丈夫です。なんか本場のやばい実験持ち込みたいですね。法のギリギリを攻めたい。確かにいいですね。確かにこのできたコネクションを生かして本当に食失ったらねねなさんのところに駆け込めばいいですね。やばい、事務所の名前を出してしまったからそんな運とか言えない。ぜひ。ちょっと、いろんな道があるんだなっていうのは気づけました。あの、僕、普通に生活してたら、研究者の人とはものすごくコミュニケーション普段から取るんですけど、はいはいはい、パフォーマーの人は本当に初めてだったんで。エマもないでしょ。ないですよね。普通に生活してたらパフォーマーってなんかその舞台の先に立ってる人じゃないですか。うん、はいはいはい。で、舞台でとか、そういうパフォーマンスの場で見ることはあっても、その後に個人的な交流みたいなのはないので、すごいなんか今回楽しかったですね。いやー楽しかった。ありがとうございます。じゃあ、最後に今後の活動についてと、はい、なんか野望とか、夢とかについて語っていただけたらと思います。うん、野望ですか。はい。ありがとうございます。でも、さっきご紹介いただいたんですけど、今、レンタル理科室ラボっていうのを作ろうと頑張っていまして、今、クラウドファンディングを、キャンプファイヤーさんでやっています。で、うん、ちょっと日によるんですけど、探すっていうところから、ビジネス企業っていうカテゴリーを選んで検索すると多分上から10番目ぐらいには出てくると思うので、あ、結構上の方に出てくるっていう感じ。結構上の方に出てきます。で、実はあれ、これでもいつ上がるんだろう、収録してる時点で残り5日なんですよね。今ははい、編集をどれだけ頑張れるかっていうところなんですよ。8月の25日の23時59分まで、はい、で、ちょっとコンビニ振り込みとかをする人はもうちょっと前からやらなきゃいけないんですけど。やばい。はい。時間がない。そうなんですよ。で、はい、しかも現在の状況がですね、今、はい、収録時点で残り5日なんですけど、これ、オールオアナッシングっていう方式になっちゃってて、なっちゃってて自分で設定したんですけど、はい、いやあんまり分かってないんですけど、どんな感じが、要するに目標金額を設定するんですね。で、はい、その目標金額に達成しなくても集まった分だけ受け取れますよってやつと、今回僕が選択しているオールアナッシングってやつみたいに目標金額を超えないと1円も受け取れなくて全部
返金されますっていう形があって、あ、そうなんで、やっぱりその、僕まだ今一軒もレンタルスペースを持ってない状態からスタートしようとしてたので、やっぱり支援してくれる方も不安だと思うんですよね。例えば、一人の方が10万円とか支援して、それで、その人しか支援しなくって、私がその10万円を受け取りますってなった時に、絶対私レンタルスペース始めないじゃないですか。まあ、確かに難しいですね。なのにその人は10万円だけ失うみたいになると、すごい信頼を失うかなって思ったので、なので、私は、もう、絶対に150万円を集めますっていう説得力として、オールオアナッシングを選んだんですけど、けど、なんと今残り5日間で、あと100万円ぐらい足りないっていう。あ、やばいっすね。最後の少年馬感が。最後の少年馬感がとっても半端なくてですね、今全部で150万円集めるプロジェクトのうち、50万780円今集まってて、おー、でもすごい。結構集まってる。そうなんですよ、うん。ちょっと昨日まで結構やばかったんですけど、今日だけでちょっと18万円ぐらい入りまして。はい、すげえ。ありがたい限りです、本当に。なので、ちょっと、今これを聞いてくださった方で、ご興味を持たれた方は、ぜひ、クラウドファンディングの方にご支援をいただければと思います。概要欄とかに、そう、そうだね。聞きますか？じゃあ。概要のとこにリンク貼ったり、いろいろ、ちょっと僕らで協力できることがあったら。ぜひぜひ。はい。はい。よろしくお願いします。もう一個クラウドファンディングについてじゃあ一言だけ言ってもいいですか？あ、どうぞどうぞ。はい、どうぞどうぞ。ですね、クラウドファンディングに実は1000円からご支援いただけるんですけど、1000円のリターンは私からありがとうっていうお礼を送れますっていうだけなので、できたら5000円以上のリターンを選んでいただけると、レンタル理科室の利用チケットをリターンでご用意してます。これはそのチケットの番号とかを予約するときに入れていただけると、まあ、リターンの額によるんですけど、例えば、合計8時間無料でレンタルスペースが使えますよ、みたいなチケットだったりします。これを聞いてる未来の伝次郎さんみたいな。あ、そうです。そうです。確かに、それになんかオールオアナッシングだから、はい、別に仮に今回、まあ、うまくいかなかったとしても、はい、これすごい失礼なことで。そうです。でも、その人たちにも帰ってくるから、そうです。別に全然損はしないというか、応援もできるっていうところで、そうです、そうです。いいんじゃないですかね。面白いですね。とりあえずは都内。そうですね、とりあえず東京都内で。うん。今、渋谷で1店舗目を開業しようと思って、物件とかももうほとんど確定みたいな。おぉ。いや、じゃあもう本当に。本当にあとはクラウドファンディングだけなとか。おぉ。応援したいですね。そう、まあこれ聞いてる、応援したいよっていう人でしたので、ぜひぜひ。そうです。ぜひ。はい、よろしくお願いします。お一人3万円で33人いれば解決する予定なんで。します。はい。はい。じゃあそんな感じで、はい、本日は、科学者パフォーマーの、はい、ねねねさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。